皆さんこんにちは、キリアです。 EASE8 PS4 版続きをプレイしていきましょう。まず今回こちらカーラン卿に黄金のエンブレムを渡すというのがありましたので、これをやってみたいと思います。無王、そのエンブレムは無王ってよく見せるのである。カーラン卿に黄金のエンブレムを取り上げられてしまった。間違いないのである。知ってるものなのか。これは私が作らせたカーラン家の栄光を示すエンブレムではないか。あ、カーラン卿のだったんだ。これどこで手に入れたっけ。古代種が落としてあれやばい、覚えてない綺麗な浜で見つけたって言った方がカーラン卿にはいいですよね。どっちにしても綺麗な浜で見つけました。そうであったか。実は海で例の怪物に襲われた際に亡くしたのだが、オケアノスに襲われた時か。気のせいか、妙に獣香りがするのである古代種が持ってたのかいや、磯の香りであろうか。まあよい、これを見つけてくるとは実に感心な男なのである。それにお前は私をあの小島から救い出したのであったな。そうですね、無礼者の多いこの集落で一番見どころがあるのであるはい、アドルと言います。我がカーラン家の家来にしてやらんでもないのである。いや、お断りします遠慮させていただきます。アドルは名乗り、申し出を辞退すると伝えた。なんじゃその困惑した顔は。ここは喜ぶところであろう。うむ、以前褒美を取らせようとした時も誇示しておったし、ならば代わりに我がカーラン家の輝かしき歴史を聞かせてやろう。いや、それもいらない。当主たる私から直接聞けるとは大変名誉なことであるぞ。我がカーラン家の起こりは300年前、時は未だ蛮族の跋扈する時代である。はあ、はい。その後アドルは気を良くしたカーラン卿から延々と長話を聞かされたのだった。ほう、はあ、はい。それで今度こちらの人たち、ラクシャ、ヒュンメル、パロ、ここら辺もハートマークになっていますので、順々に話しかけていってみましょうか。はい。お、これはおお、人気のないところへ。不思議なものです。ラクリモサを止められたとしてもこの村を去らないといけないのですね。それはそれで残念に思います。皆さんと作った村だからでしょうか。ラクシャも変わったねそうでしょうか。だとすれば漂流村の皆さんとアドル、あなたのおかげですね。ここへ来た時は父への思いや家のことであなたに当たり散らしてしまって。最初そうでしたね。私は貴族で亡くなることが、貴族の誇りを失うのが怖かったのでしょう。それが父が最後に私に残してくれたものだから。それなのにこの島で出会った皆さんと来たら、これだけいろいろな方が揃っていて、それぞれが自信を持って立派に生きている。私はそれに翻弄されながらも気づかないうちに救われてきました。今の私なら理解できます。人はどんな状況にあっても誇り高く生きることができるのだと。だからあなたには改めてお礼を言っておきたくて正直もっと色っぽい話かと思いましたがもっと色っぽい話かと思ったお顔を赤らめたぞ。あなたは時々顔に似合わない冗談を言いますよね
どうしてそんなところまであの人に。まったくもう、この先何があっても後悔がないよう伝えておこうと思っただけです。それだけか。その確かに感謝以上の気持ちもないわけではありませんが。お、なんでハテナなんだそこで。何でもありません。アトル、さあドギたちが村を守っている間に私たちも役目を果たさなくては。アドル、最後まで共に全力で戦い抜きましょう。さあこれで、落車の話が終わりました。じゃあ次ヒュンメルと話してみましょうか。はい、ここは見張り台の上ですね。どうかしたのか。なあ、気を持たせてすまない。運び屋は素性を語るべからずだが、お前には随分と世話になった。そのなんだ、知っておいてもらいたくてな。ほう。そう、俺が運び屋をトラバルトを受け継いだ経緯を。闇の世界の運び屋として代々歴史の陰で暗躍してきたトラバルト家。俺はそんな悪の象徴とすら言える家柄、そして当然のようにそれを受け継いだ父を軽蔑していたのだ。そんな中、俺はまだ10歳にも満たない年齢だったが、子供の頃のヒュンメル、父との喧嘩をきっかけに俺は家を出奔した。幼かった俺に行くあてなどなく、すぐ路頭をさまよう羽目になった。その時だ、とある老夫婦が震える俺に声をかけてきてな。幸いにも二人が営む小さな孤児院に引き取られることになったのだ。孤児院には様々な事情を抱えた子供たちが多くいたが、俺を含めた新入りはどいつも未来に絶望した表情をしていた。そんな俺たちを見て院長が連れてきたのが大道芸人だ。ショーが始まるとたちまちのうちに皆の目が輝き始めてな。まるで魔法にでもかけられたように笑顔が広がっていったのだ。それでヒュンメルもいろいろ。そんな光景を目の当たりにし、俺は大道芸人に憧れを抱いた。マジか。やがて自立できる年になると、そのまま大道芸人になることを選んだ。なってたんだ。そう、これジャグリングうまかったですからね、ヒュンメル。ジャグリングがうまいはずだ。独学だったが、散々練習したからな。それから数年が経ち、大道芸人としてある程度知られるようになった頃、俺は偶然父と再会することになる。ほう。路地裏で再会した父は一目で致命的と分かる傷を負っていた。道化師の格好をした俺を息子だと分からなかったのだろう。運んでいた荷物を託すと、そのまま静かに息を引き取った。これが闇の世界に身を置いた者の末路。荷物も真っ当なものではないだろう。だが最後の頼みくらいは聞こうと、俺はその荷物を届けることにした。届け先は闇医者であり、荷物は確かに非合法の物だという。しかしそれが当時流行していた疫病の薬であったと後で知ってな。くしくも俺の芸を見に来ていた子供たちもそれによって救われたというのだ。はあ。その時俺は闇の世界にも志のある人間がいること、さらに遺品である父の手帳や闇医者から一族が時に歴史を支えてきたことを知った。
俺はその時になって初めて父を理解し、涙を止めることができなかった。そうして俺は新たなトラバルトとなることを決意したのだ。誇りある仕事だ。決して世間に顔向けできる仕事ではないがな。だがそれでもいい。それによって救われる人がいるならば、ともかくこれが俺という人間だ。改めてどうか最後まで。ああ、アドルとヒュンメル、みっけ。これはクイナか。何やらこそこそ怪しいぞ。そろそろ下に戻るとするか。ヒュンメルが子供の面倒見がいいのも。どうか最後までよろしく頼んだぞ。孤児院の子供たちと一緒にいたからですかね。はい。では次こちらの、リトルパロと話してみましょう。俺様海行く、俺様海見る。はい。古代種たくさんたくさん古代種、俺様うんざり、アドルもうんざり。いつもありがとう。ありがとう、ありがとう。こちらこそありがとう。お？俺様見守る。お前たち頑張る。森人つらいか。ダーナはもっと辛いはずだ。今お前たちいる。ダーナ嬉しい。俺様夢見る。お前たちの夢見る。でも夢いつか終わる。夢の続きとなる。夢を見る、どういうことだい？なんだ？アドル、頑張れ。俺様見守る。俺様応援。はあ。タロがアドルたちを見守るっていうワードが出てくるとちょっとあれを思い出しますよね。進化の森人のことを。それを見守る方も辛いですよね。さあでは次はこちら行ってみましょうか。このクエスト、親友の遺言、これはダーナのクエストですよね。これここに行ってストーリー始まったりはしないかな。大丈夫ですよね。こっちから行きますか。魚が集まっていますね。はい。これで、ここにあるのか。クエストのマークが。はい。はい。はい。こっちじゃない。こっちの方か。回っていかないといけないのか。それならこっちの、胎児の寺院採用から行きましょう。これで、こっち側に戻る形で、行きましょうか。こっちに行けば、これが、よし。んで、とりあえず、この、獣たちを、全員、よし。もう、これを調べられるのか。順番とかあるのかな？まあいいや、とりあえずこれ、書家には何も残っていないようだ。本が残っていれば参考になったかもしれないのに。本を探すのか。
お、一つだけ石板が残ってるみてえだな。これはもしかして、オルガちゃんが最後まで調べていた資料なのかも。ちょっと待ってね、それらしい記述は。お、なんだ？青き鳥の伝承。聖者ウリアヌスが従える剣鳥の一羽。そのものは、かつて周囲から白い目で見られていたという。なぜなら、晴れた日には雨になる。豊作の年には飢饉になると、見当違いを言うからである。だが後に、すべての予見は正しかったとわかるのであった。どこかダーナさんを思い起こしますね。ダーナさん、これはやはり…はい。調べてみるもんだな。だが、かの者に託すって言葉はどういう意味だ？はい。情報がありそうな場所を当たろう。バハの塔。これで、あ、ここの、びっくりマーク、ハテナマーク、クエストのマークはすべて、なくなっていますね。あ、一個だけなんかずれてあったのって、ここ、ダーナの部屋の、あれだったのか。ここが一番近かったな。では次は、バハの塔、ここですね。どこがいいんだろう。ここも一番奥から行ってみますか。あ、ここか。これか。やっと、たどり着いた。これは、歴史について書かれた碑文だね。聖者、ウリアヌスについての記述は、さあ、どうでしょうか。お、ありました。あったようです。聖者ウリアヌス。エタニア王国成立期に存在したという流浪の聖者。人々に慈愛を説き、幾多の戦乱を防いだと言われている。王都アイギアスの建造にも関わったとされ、王都の守護聖者として祀られていた。塔堂に並ぶレリーフは、彼が従えた動物たちを表しているという。塔堂といえば、町の中心にある巨大な塔のことでしたね。あれですね。あ、塔堂、ストゥーパですよね。そんな言われがあったなんて。聖者ウリアヌスの従えた動物。剣鳥の一羽。青き鳥。オルガちゃん、まさか。そのストゥーパに何かがある。さあ、今度はストゥーパに向かっていきましょう。さあ、ここですね。アドルたちには読めない文字が綴られている。ダーナでもダメなのか。では、これで、あ、これもしかして地下聖堂とつな、あれ？地下聖堂とつながるわけではない。もっと？これは？これは？翡翠のペンダントを手に入れた。オルガちゃ、オルガの、オルガがつけていたやつか。ずっと残っていたんだ。はあ。オルガがこのペンダントに自分の声を残しておいたとか？お、声だけじゃなくて映像もか。これを見つけたということは、どうやら私は力尽きたようだな。すまないな、お前を一人にさせてしまう。それだけが心残りだ。お前と来たら
一人では何をしでかすかわからぬし、私を死なせたと悔いているかもしれぬからな。ダーナ、お前は後悔しているか。大樹の真実を知ったこと、汚名にまみれつつも皆を守ろうとしたこと、大樹の巫女になったこと、そもそも私やサライと出会ったことを悔やんではいまい。私も同じだ。だからよく覚えておけ。お前が私を思うように私もお前に感謝しているということを。最後にそれを伝えたくてな。外が騒がしくなってきた。そろそろ私も行かなくてはな。ダーナ、お前は自分を信じて進むがいい。せめてこの品をお前に送ろう。私の残る力を込めておいた。だから負けるなよ、ダーナ。またどこかで会おう。はあ、うん、オルガの遺言、また会おうと言っていたから、まあ、希望は最後まで持っていた上でのメッセージですよね。ごめんね、ちょっと取り乱しちゃって。本当に良かったな。うん、なんだかすっきりしたかな。オルガちゃんが死んでから私はずっと泣けなかったから。ありがとうアドルさん、ここまで付き合ってくれて。これでやっとオルガちゃんも一緒に戦えるよ。うんうん、上出来だね。はい、はあ、翡翠のペンダント、流朱へのダメージ上昇。へえ。ただどうするかな。ダーナこれなんだよな。SP1 分の1とスキルダメージ 2.5 倍。ただもうこれはダーナにつけさせておきたいので、この2つをアドルに渡すか？聖者の指輪と強戦士の仮面。で、アドルのつけていた大地の宝珠をつけて、あと、賭博士のコインはもういいか。こっちにしましょう。翡翠のペンダント。これをダーナにつけます。よし、これで行きましょう。これで、ダーナの好感度が最大になったということは、さあ、ダーナ、あれ、ハートになっていない？アドルさん、やっとここまで来たね。過去の様々な種がラクリモサに立ち向かい、そして破れながらも育んできた壮年の木。かすかに、でも確かに紡いだ希望がアドルさんの手の中にある。さあ、あと一歩、あと一歩だけ前に進もう。はい。何かイベントがあるわけではなかったですが、これでダーナの好感度が最大になりました。では、あとはもうここへ行く。いよいよ、ここかな？はい！はい！ん？あれ？吹いてるぞ。卵の奪還。以前、俺が卵を巣に戻してやった翼竜。奴から新たな依頼が入った。アドルにも手伝ってもらいたい。ヒュンメルの依頼と、あとこれ、王家の谷の異変。先日、王家の谷へ調査へ行ったんだが、獣や狩猟が大量に湧いていやがった。このままじゃあセレンの園もどうなるかわからねえ。ここは一つ力を合わせて制圧戦と行こうぜ。はあ、マジか。
じゃあこの2つまた、次回やっていくことにしましょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは。